こう来て、こう来て、こう来て、後ろ。これだとね、これで、この足を下げちゃうと、こうなる。この足、軸足だから、こっちの足、こう、移さないといけないから、最後。その暇がない。だから、足、この足がこう崩れるので、ここに重心がここ乗るから、軸足になるから、押さえるように必ず後ろ足を前に出して、回らないと間に合わない。それが、こう、後ろ足を前に出してっていう理由なんだよね。ほんまに動いてて、そういう風に重心すると、少し重かった。大体ね、みんな怖いから、怖いから、どうしても。怖いから、どうしても、怖いと押されたら、下がろうとする。まあ、この足軸足になるし、結局こうなってる状態から下がるからこっち移してるんです。この暇はないから、実際はこっち側に前足を後ろに出すことで、そのまま向きを変える、重心変える。そうすると速い技に対応できる。だからそれを覚えておくと今後いい。最初は絶対分かる、分かる気持ち、下がりたくなる下がりたくなる、抑えたくなる。そうするともうこんな暇ない。そうすると回れないから画面から突っ込んでると動きを取る。飛べる？